ハーロン・ヘンリー・ブロックとは、アメリカ海兵隊の軍人である。硫黄島の戦いでスリバチ山に、成常期を掲げた6人の兵士の一人である。1924年11月6日、ハーロン・ブロックは、テキサス州、デウィット軍ヨークタウンに生まれた。ブロック家は、テキサス州の南端近くのリオグランデバレーで農場を、経営しており、セブンス・デイ・アドベンチェスト教会の信徒であった。 そのためハーロンは小学校からセブンスデイアドベンチスト教会の学校に通い、学校では飛び級が認められるほどの優秀な成績であったが、高校2年の時にセブンスデイアドベンチスト教会の学校を退学となった。この事件を機に一家は隣町のウェスラコに移転する。移転後も他の兄弟はセブンスデイアドベンチスト教会の学校に通い続けたが、 ハーロンはただ一人地元の公立高校に転入した。公立高校に転入したハーロンはアメリカンフットボールのチームに入り、チームではスター選手として活躍した。1942年秋、ハーロンはチームメイトと共に海兵隊を志願した。母のベルは最後までハーロンの海兵隊入りに反対したが、父のエドがベルを説得し、 1943年1月18日に、ハーロンは海兵隊に入隊した。入隊後、サンディエゴで落下山の訓練を受けたハーロンは、3月22日に落下山兵器賞を得た。部隊は、その後11月15日にニューカレドニア島に到着し、ここで部隊の再編成と、さらなる訓練が行われた。12月21日にハーロンの部隊は、 ブーゲンビル島に上陸し、日本軍と交戦した。その後、部隊は1944年1月12日に、ブーゲンビル島を離れ、2月14日に、サンディエゴに帰還した。落下産部隊は、サンディエゴで解散となり、全員に30日間の休暇が与えられたため、ハーロンは、休暇中に、テキサスへ帰省している。1944年3月、 第5海兵士団、第28海兵連隊、第2大隊 E 中隊に転属となったハーロンは、それから半年間ペンドルトン基地で訓練を行った。部隊は9月19日にサンディエゴを出港した後、10月にハワイ島のタラワ基地に到着し、ここでさらに実践的な訓練を行った。1945年1月、部隊はタラワ基地を出発し、 兵士たちには、ホノルルで数日間の休暇が与えられた。ハーロンはここで、チームメイトたちと再会し、タラワの戦いで負傷した仲間の見舞いに行っている。数日後に、ホノルルを離れた部隊は、途中のテニアン島で、上陸演習を行った後、2月19日に、ハーロンは、伊洋島に上陸を果たした。上陸から3日後の1945年2月23日に、 アイラ・ヘイズ、マイケル・ストランク、ハロルド・ケラー、フランクリン・ススリー、ハロルド・シュルツと共に洋島南部のスリー、八山山町に正常期を掲げた。3月1日、ハーロンは、分隊長のマイケル・ストランクの指揮のもと、洋島西部の千鳥毛浜付近で行動していた。しかし、この日の朝にマイケル・ストランクが戦死したため、その後は、分隊長代理として、 ハーロンが、分隊の指揮を取った。夕方、ハーロンは部下に、多骨ボ号を掘ることを命じ、部下を見めぐっていたが、その最中にハーロンのすぐ近くで砲弾が炸裂した。ハーロンは、しばらくそこに立ち尽くし、苦しげな声で、奴らにやられた。ゼキルドミー、と叫んだ後、うつ伏せに倒れて絶命した。ハーロンの遺体は、硫黄島の共同墓地に埋葬されたが、 1947年秋に、故郷の墓地に改装された。その葬儀は、ハーロンの棺を乗せた馬車が、街のメインストリートを通るという、大掛かりなものであった。葬列には、離婚して、街を離れていた母のベルやかつてのチームメイトたちが3、列し、2万人の群衆がその様子を見守った。洋島での正常期形容に関わった軍人の、名前入り解説図。 ハーロンは一番右。イオウ島の正常期の写真に写る6人の身元は、写真の公開後すぐに、大統領命令で調査が行われた。まず最初に、身元が判明したのは、レーニー・ギャグノンで、ギャグノンは、アイラ・ヘイズを除いた5人の身元を証言した。しかし、ギャグノンは、国旗形容者のうちの1人を、ハーロンではなく、ヘンリー・オリバーハンセンであると証言したため、 その名前が大々的に報道されてしまった。その後、間違いに気づいたアイラが海兵隊の広報係の士官に間違いを指摘したところ、アイラは士官から黙っていろと命じられたため、この件はうやむやとなった。一方、ハーロンの母のベルは最初に写真を見た時から一番右に写っているのは自分の息子だと信じて疑わなかった。 戦争後の1946年5月、アイラはアリゾナ州からハーロンの実家のあるテキサスまでヒッチハイクでやってきた。3日後にハーロンの実家を探し当てたアイラは、ハーロンの父に国旗慶応の際にいた6人のうちの1人は、ヘンリー・オリバー・ハンセンではなく、ハーロンであったと告げた。これを聞いたハーロンの両親は、地元選出の会議員に手紙を送り、会議員は、 海兵隊総司令官のアレクサンダー・バンデグリフトに、この件について問い合わせた。これを受けてバンデグリフトは部下に調査を命じ、アイラをはじめとする生存者3名からも証言をもらった結果、8ヶ月後の1947年1月15日に、バンデグリフトは、ハーロンの両親のもとに手紙を送り、写真の6人目がハーロンであることを正式に認めた。 ジェームズ・ブラッドリー、ロン・パワーズ・著、島田三蔵役。硫黄島の清浄期、文春文庫、文芸春秋社。ISBN 41億6765万1173。ありがとうございます。